来たわ。レインボーダブルまであるんちゃうんけ。おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の芝生です。本日は滋賀県草津市、マックスバリュー駒井沢店付近のお店でございます。抽選参加人数が74名様で70番と、とにかくスロットが打てれば一番いいんですけれども、もちろん球も視野に入れつつ面白い展開になるように努力していこうかなと思います。行ってきます。お願いします。さあ行きましょう。入場です。スロット空いてるっちゃ空いてるな。まずまあメインっぽいところちょっと行ってみようかな。反逆雨戸通稼働停止、マジか。でこっちバラエティですね。えっ、イエルカランプついてる。いやついてるわ、マジか。それやとちょっと呪音打つの怖いな。じゃあちょっと空いてたんで初打ちなんですけれども、あのイニシャルで言ってみようと思います。俺打ちです。俺打ちとは俺流の打ちっぷりをアピールすることで、勝利をつかみ取るのだ。それではやっていきましょう。朝一取らせてもらいましたのはこちらイニシャル D。 今日ある意味イニ D と初対面できていい日なのではないかなと思っております。知らないことが多すぎるのでちょっと調べながら打って、好きな台になっていければなと思います。ドン、走り屋デビュー、デビューしました。まあいろいろ設定差あって、まあ、弱チェリーとか共通ベルとかに設定差あるんで一応その辺カウントしつつって感じですね。あと直撃が出る確率がすごい高設定優遇されてますんで、まあ、直撃出たらもう確信していいのかなと思います。声優がね、パーテて僕の中でイニ D の匠って言ったらミキシンなんですけど、ミキシンさんじゃなくてミヤーのマモールなんよね。そこがなんかすげえ違和感があるんやけど、あドリフト目成立してたからかな。これドリフト目、これ揃うとボナ外れるところでドリフト目ってやつで、チャンスゾーン行くんかな。あ、チャンスゾーンのチャンスやね。発展緑色、そんなにか。おお、チャンスゾーンかな。あ、チャンスゾーンですね。レジェンドチャンス。CR イニシャル D 夏木バージョン。来たる3、パチンコみたいな演出でレジェンドラッシュの抽選をやるという感じかな。あ、終わりか。幸先は良かったんちゃうかな。でも、それチャンスゾーンに入ってくれたから。チャンス。何もなし。おっと、まだ復活。あ、チャンスゾーンや。スイカからかな。あ、レア役ここで。あ、チェリー。おお、上から2番目のやつですね。押し順チャレンジかな。ベル&レア役でチャンスと。お、レジェンドラッシュ煽り。レア役この時点でスイカなら 50% チャンス目なら確定。あ、ベル、はい、おっし、振るってます。いきなり行きました、レジェンドラッシュ。これが、まあ、いわゆるねビギナーズラックってやつよ。初打ちの奇跡生んでいきたいね。これは流れ波に乗っていきたいところ。レジェンドラッシュガイオ純増約 2.5 枚と1セット40ゲームプラスアルファゲーム数管理の秋名山ステージ20ゲームとレジェンドバトル20ゲームの2パート構成。リアルボーナスの出現率がアップ。レベルが4種類存在してて、レジェンドバトルの相手の選択率に影響を与えると。おい、レジェンドラッシュ突入。秋名山チャンス目と10ゲーム以上なんせ、チェリー追加に乗ったら30ゲーム以上と。もう終わっちゃうけど早いな。でこれでレジェンドバトルですね。継続バトルとバトル前半が15ゲームくらい、マックスが6ゲームでレア役で勝利抽選、バトル勝利で秋名山ステージへ移行、勝利の一部でエピソードと。対戦相手ごとに弱点のメーターが点灯する。相手はこいつ一番強いじゃなかったっけ。一番強いな。弱点が全くないんで無理やりボーナスねじ込むしかないっぽいな。お、なんか光りましたよ。あ、チャンス目が弱点になった。はい、おっとレベルが上がって、今度スイカも、スイカもあと2ゲームしかないんやけどな。チャンス青。おっとペカペカしてるよ。あら、あ、ドリフト目を狙えって言われた。変なとこ狙っちゃった。さあどうなる。あら、じゃあちゃんと D 狙ってたよかった。あーっと、なんだい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 、復活じゃないか。はい、ドリフト目ケイスケに勝ちました。ラッキーラッキー。2セット目の画面が青色と。
アキナヤマです。で勝てば、まあ、エピソードとかいろいろなもののチャンスも来るそうです。まあここの15ゲーム間はサクッと終わっちゃうね。レジェンドバトル、お勝利期待で4、おい追加がつきました。おっとチャンスかよ、チャンスかよ、あー焦った、はい追加、おい勝ち確、D シテスもこのルールのコツが分かったぞ。フラッシュバック1、フラッシュバック2、おいゴールデン、あー下品な音だ、好きになってきた、はいビクトリー、ネクストクライマックス、赤プッシュドン、すごい匠くんのレインボーの顔が迫ってきた、怖かった今ちょっと。パーフェクトウィン、あボーナスじゃないの、あ違う、あこれがスペシャルエピソード、終わっちゃった、あ特に何も当たってませんでした。ラストとか出しておいてほしかったな。はい3セット目です、そうレジェンドバトル3戦目、誰だ、えっケイスケ、おいチャンス目つくだけなんよな、チャンス目まだ1回も引いてないけど今日、さあどうなる、あなんかそんな気した、うん終了。というわけで3連の307枚と、でこれ終了画面が偶数示唆、やや復活期待度アップ、でもユリカランプ消えてるから復活なんていうのはしないと思う。でレジェンドバトル終了後のこのサブ画面もこれ白なんで通常パターンといった形ですね。特にこれといったことをした感じもなくこんだけ出てくれたんで OK かな。まああと僕明日九州で収録があって、今日そんな長いことは打てないんですよ、ほんまに8時9時とかまでは絶対に打てないんで、まあその辺はねあの展開次第でこいつが一番いいところまで出てくれて僕をね送り出してくれたら嬉しいです。おっとリルロック、何やねん、あチャンス面、チャンス面っぽいですね。今500ゲームなんだ、55ゲームで天井なんですけど、あこれ当たったん違う、ほい当たってしまった、当たってしまった、503ゲームあとちょっとで天井やったのに、はい、ビッグボーナスですね普通の、はい503ゲームあたりで現在510ゲーム、はい終了116枚です。 AT も確定できませんでしたし、ちょっと今のところでのボーナスしんどいな、今日初ボーナスあんだけでしょう、751分の1でさボーナス確率、今ボーナスたくさん引けてる台は知ってるけど、こんなボーナスいけられへん台もあんねんな、引けられへん言うて思ってるし、もうこのままじゃ帰られへんよほんまに。おお出た、これなんか配信モードっていうらしいです、いろんなコンプライアンスに気を使ってくれるモードらしい、ちょっとこれでやってみよう、どう変わんねやろ、わー配信モードにしたらいきなりチャンス目、配信者のために今頑張ってくれてるかもしれへん、おい配信者モードにした途端チャンスゾーン、これ配信者モードの方が良くない電波とか出たりするんかな、はいレジェンドチャンス208ゲームお、分太ゾーン15ゲーム固定で一発告知タイプです、で成功で AT プラス特化ゾーンスタートと、チャンス目引きは確定、リリベ1っていうのが 6.3%、 リリベ2、まあ、ドリフトベルが 12.5% で、リリベ3大ドリフトベルが 25%、 スイカチェリーも 25% と、さあ配信者モードやからね、配信者のおらこれよ配信者モードって、チャンス目なら確定よ、 25% ダメやったってことや、滑ったよ、あーベル、はい、俺の配信者レベルが足りてなかった、あでもちょっとねやっぱこっちにした方がね流れが良くなったかもしれん、赤いねドリフト面、おっと揃いました、ボーナス確定です、 OK ナイス配信者モード251ゲームおい配信モードにしたから基盤まで変わってくれたかな、おっとピンク色、女の子熱い方やろ、おいおいおいこれが配信モードやぞ、シェ基盤変わりましたね、おいプラス5ゲーム変な光り方、上乗せ抽選に回んのかこっからは、おい上乗せ、おい上乗せ、いいよ、はい終了いきます、レジェンドラッシュ、さっき3連だったんでね今回はその上を行きたい、この後にリリベ引いた後に、ああベッドがなんか特殊な音したら次回のそのレジェンドバトルが勝ち確らしい、聞いてみたい、どんな下品な音するのか、さあドリフト
あドリフト面ステージアップ、おやおや、あ展望台ステージや。最大で10ゲーム特殊バトル勝利で覚醒ステージへ移行するといった形ですね。この間はゲーム数の軽減がストップと。はい、エンペルエペエン、あかん読めん、勝てば覚醒。はい、んーやはり難しいのか。はい、終了です。あー終わってしまった。相手は誰や、レジェンドバトル。あーもうケイスケさん、おっとレイヤー役スイカチャンス、おいネクストフラッシュバック、あフラッシュバックってさ買ったやつや、これ最後までいけばエピソードがついてくるかもしれないんじゃない。はい、フラッシュバック2、レイヤー役しかも、あチェリー、もうとりあえず継続はするでしょう。赤ダブルでついた、お前さっき引いたところ頼むぞ、よしナイス、それはねフラッシュバック来てて当たりますよ、ウィンと。はい、じゃあ継続やろ。 OK2 セット目いきましょう。おコップが揺れる、リプレイで煽ってんの、おっとボーナスじゃない、リプレイから、いやスイカか、あーなんか、おレア役の応酬、ファーストリリベ、ファーストでいっちゃった、赤色だボーナス、はい当たりました、何かからかな、リプレイスイカチェリーで引いたんでどれかから、ビッグボーナスです。おいよ、はい、というわけで上乗せは5ゲームでした。さあレジェンドバトル、あまたや2戦連続やん、お前先倒したはずや、はい、あーマジか、あー終了。いやーなんか面白い感じは伝わってるんですけどね、なかなか出玉に直結しないだけで、まあ6号機で A プラス ART 機みたいなノリのものを打てるっていうのだけで結構やっぱり汁出せそうやなっていう感じはするんですけど、まあちょっと頑張れてはないですけど AT 自体は、まあ次のあたりをちょっと目指そうかなと。 AT のモードがええところ選ばれたら結構爆発力あるっていうのも聞いてますし、もっともっと楽しくね AT 中にボーナスバンバーってきてずっとバトルバトルってなるんかもしれないんでね。よーし、これ55ゲーム到達、天井や。はい、レジェンドバトル、あもう AT いったね、救済措置発動、559ゲーム、これで勝たないといけない高橋に。赤いブッシュ、赤色、うわくそまだ分からん、ラストで終わった。はい、じゃあ1回回り見てこようと思います。というわけで移動してまいりました、豆腐屋から魔法少女前後編。この台ね初当たり9回引いててマイナスなんではあるんですけれども、天井まで1回もハマってないので4ならあるんかなという感じで、現状空いてる台で打てそうなのこいつしかないんで、7時ぐらいまでしか打てないので残りの時間ちょっと投資が許す限り打っていこうかなと。超追撃入れちゃってバグらせればそのまま完走も夢ではないんじゃないかなと思うんで、投資をまくるために最愛の少女と戯れていこうかなと。なあ京子、はい、喋らないんです、この京子喋らないんです、光るだけなんです。お発生の次ゲームから130ゲーム以内の規定数ゲーム数当選期待大、130ゲーム以内ってことはまあおそらくですけれども天国いてんのちゃうかなっていう感じですね。当たりました、112ゲーム天国です。ここで何枚回収できるかで今日の実戦変わってきます。いきます、マギカアタックのさやかの時にリプレイ引いてたらそのうち出る、それができる日は出せる日、できへん日は出されへん日。はい、さっそうと駆け抜けました。おい、マギカアタック行くぞ、通常パターン、おっとマミさん絶対に取らないといけない、 120% 取る、おし OK、赤メダル50枚、うんちょっとしょぼいね、ちゃんあ強める、オッケーナイス、マギクやろ、マギクやちゃう、マギクアタックやろ、え演出ないねんけど、おい強チェリー、もうマギクアタック、マギクアタック来るよこれ、おいマギクアタックありがとうさやかちゃん、おさやかまで来てた、オッケーホームラン、まあ大丈夫ですよ。はい、ワルプルギス、京子のワルプルギスの夜っていうのもかっこいいね、今度こそ、おっとレイヤー役チャンスがやってきた、チャンス目 OK 追撃確定、さあこっからレイヤー役を引けという願いの戦い、うん願いかな、上手するか、上手じゃない上手、20枚 OK 流れました、 OK ナイス30枚、
飛んでるぜ化け物。ホムラちゃん、ホムラちゃん、あかんて。がこの恋愛公約で未来が変わったりするかな。しなかった。80枚。うわー、追撃欲しかった。まあ OK でしょう。これで残り100枚まで戻りましたから。で、強ベルの分もあるんかな。はい、マギガタック。あー、サイガちゃんリプレイを引く戦い。波出し来い。まだ分からん。分かっちゃったわ、青色。10枚。おっと、前兆来た。ワルプルギスの可能性あり。そっちか、赤色バラエのマジオ。はいよー、ワルプルギスの役行ってくれつ。おっと、ここでレア子役強チェリー。いやんね、やっぱ強チェリー引いてるから。うわ、青色か。レアク、くそー。20枚。立たぬ立たぬ。はい、終わりました。490枚。僕個人としては今日最大の獲得枚数です。追加投資が安く済んだんで、この下皿のあるコインでどこまで戦えるか。もうこれ以上投資はしたくないですね。さっきの引きをマイ AT やってたらそのうちプラあると思う。あと問題は初当たりの速さ。 OK、 引き受けてくれ京子。ナイス。222ゲーム。109枚。はい、当たりました。143ゲーム。マギガラッシュ146枚。そういうことよね。182ゲーム大当たりです。なんとか持ちコインで耐え忍んでるんですけど、減ってってる。どんどんそろそろなんか一発でかいのけえへんとしんどいな。リプレイ引け、リプレイ引けばチャンス目になる。 OK、 あ、マギガタック OK、 チャンス目から。で、さやかちゃんもう一回リプレイを現れる。はい、アクソベル。そしてさらりと終わっていく。 OK、 おったまだ。マギアタック。お、今日ホームさん来ました。ありがとう、ありがとう。紫色、目に優しい色や。よし、かまっせ。いけ、おっし、ナイス継続。ほい、お、流れた。さあ、飛んでる物体を落とせ。 OK、 あー、 OK っていうか継続確定やからね。おっしゃ、来た。熱い、熱い、熱い、熱い。追撃確定の状態でマミさん、言うことはレア子役が立つ。3ゲーム超えたらマジ熱い。ここ一発50杯やから来た。おっしゃ、突撃や。これはぶっ壊すぞマジで。ずっとボコりたい。あー、うそ、早あ、まあ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 、もう170枚 OK、 本日最大上乗せ。また400枚戻ってくるわ。終了。ユダ金436枚です。ほんまきついなこの台。もう初当たりの暴力するしか勝たれへんもんなこの台。おい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 、55ゲームで164枚。しゃ、127枚。おお、残り66ゲーム以内での当たり確定ってことは天国かな。めちゃめちゃ珍しいの来たわ。はい、73ゲームです。おー、エピソードボーナス。はい、これでエピソードボーナスプラス AT 確定。はい、綺麗ね。で、あらた、突破せい。強チェリー、もう300枚とか乗れ。カモン、中で一撃で決める。おっしゃ、おらー、よいしょ、よいしょ。獲得枚数135枚。引いた子役は強チェリー。スイカスイカ100枚ジャスト。ネクストワールプロキスティギュール。これでラストになるかもしれん。もうこれで1000枚出せばプラスで買えれる。いきます。今度こそたっぷりレン。 OK、 流れた。おー、そらそうよ。リプレイ引いてまい。おっし、チャンスね。ってことは追撃の強いの追撃、生でレア役引いてくる。ああ、まあ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 、一番いいやつ。ナビはないぞ。おお、すごい、100枚乗った。さっきの超追撃と一緒。足、足、足ないけど、リプレイ引いたらチャンスね。おい、これめっちゃ大事。あ、レア役チャンスでやったら激アツやねんけど、なんでそこで弱チェリーな。うわ、近いよ。
さやかも消えてなくなった。あーつれー。あーもういいかにゃ。170枚上乗せ、残りが370枚、よって500枚近く出ると。いやもうちょいでまくれんなマジで。いけるかな、駆け抜けるときめちゃくちゃ早いからな。いやでも俺がこいつのポテンシャルを信じてやれんかったら誰も信じないんで、俺は信じます。うわマジか、これやこの出目なんや。中段チェリー中からいったら、うわちょっと惜しいな。通常じゃったらフリーズの振りかけもあったけど、まあ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 、どのタイミングで出てくんの。えどうなんの、俺の中段チェリーどこ行ったん。あこれか、こんな演出でマイクアタックで、これ誰、マミさんからスタートしてたな今で、マミさんのわからんな。メルボーナス、ああビッグ割れる、かわいいね。なんでもないわこれ、普通に普通にビッグボーナスや。ビッグボーナス消化しながらさっきの中継の恩恵調べます。マギカアタックプラス 80% のワルプルギス確定や。やれる頑張れる、 80% のワルプルギスなら、いくら 80% の苦手なの俺とは言えまくれっかもしれんぞマジで。おじさんもう一発ほらマジで来てるわ。いややっぱ窓負けか俺は、嬉しい。はい、というわけで550枚獲得。知ってるかもしれない。いきますワルプルギスの夜、これは多分あのビッグ中の揃ってるやつ、まあ、一応セリフ見とかないと負けられないんだよ。はいレイアイク追撃よろしおす、おー、まあ、めっちゃレイアイクいく、チャンス目追撃確定、もう一応レイアイクお願いします。ないか、はい、50枚でかいでかいでかい、十分。わーお初めて見たぜこの画面。よし命がけモード、いやー来たよ、避けろ、オッケーナイス、おホームちゃんオッケー、しかもチャンス目なんで追撃、おい20枚と追撃 J どう20枚オッケーいいよ。さあ5戦目、あ止まった、かわいいね、よしよしリプレイ行きましょう。はい継続確定、チャンス目乗っけた、連続引き、ワンランクずつ上がっていってんのかな、プッシュ出てこい、あかかまあまあ OK でしょ、レア役10、20、20、50 OK、 来た避けて、うー OK ナイス、これが 80% ちゃうか OK、 いやこれが 80% 臭いぞ OK、うわここで流れるかマギア、かーたまらねー、おい30枚、ここよ今度はね、飛んでるあいつを追いかけてホームランが走っております、来い、あー真ん中ね、はい、あーベル OKOK、 30枚、いいよいいよ、スタンダップドン、あードン、おったまんねえ、あー爪甘い、あ十分乗りましたよ。14戦目までつながって390枚、僕これ過去最大上乗せですワルプルギス、これでもうほぼまくりも確定、さらにねこっから完走も目指しましょう。で全長来てる、これワルプルギスもう一発ある、もしさっきのが 80% ループじゃなかったら大変な事故になるよこれ。さあ行こうか、もう一度のワルプルギスの夜、さあ見せてくれこのワルプルギスは何色のプルプルギスや、うん普通の色わからない、もう今度こそか、いやまだわからん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 まだわ、20枚、さっきのが 80% ってことにしとこう、じゃないと精神衛生上よろしくないわ。これ456枚、1200、300枚ぐらいまで出んのか、乾燥切り替えポイントが何枚や、1700、800枚ぐらいやったっけ、ちょっとそこまで行きたいな。チャンス目マギカタック一発も、さやかちゃんオッケーよ、気楽に叩いた、オッケー気楽、一角来い、オッケー来たベイビー、あーおうボーナスナイス、嬉しすぎて中指立てたわ、変な性癖、あー長かったもんね今なんかちょっと、はいエピソードボーナス、やばマジ乾燥するやんこれ、 AT 中のエピソードボーナスなのでレア子役引いたら上乗せ確定で、この後マギガアタック確定です。来るぞそろそろ名言が、名言来るぞ、お前はいい子。はいというわけで999枚で上乗せが20枚弱チェリー1回引いたんで、はいマギガアタックです、さやかからさやかへバトンパス10枚
あ、20枚やった、よかったよかったよかった。青からね10枚以外が出てきただけで嬉しい。うん、1ゲーム遅いよね、いつも。おやおや、あーマギカタック、これさっきのジャックチェリーからかもしれない。緑色いいよ。強子からスタート、強子、あいつら抜いていって、どうぞ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 。青色ってそんなボーナスでした。これエピボかな、もしかして。そんなことはないか、赤ですよね。うん、ドッキリってことやったよね。来たわ、レインボーダブルまであるんちゃうんけ。ほい、ダブルゾロイ、もうこれ完走しますわ。はい、というわけで1131枚、最高か 80% のワルプルギスの夜、濃厚やからね、どうか分かんないですけども、もうこれでちょろっと乗せたらとりあえずエンディングステージ行くのは確定する。1800枚だそうなんで、今度こそなの。大丈夫マジで言ってんの。おい、ちょっと待って、冗談冗談冗談、笑い事ならへんて、それは。あかんで、あかんて、 80% やで、あなた。うわ、えぐー、え、またちょっと足らへんやん。1700枚までは行くやつやんこれ。え、なんでそんなひどいことすんの。ショックでか、マジ 80% との相性悪いわ。 80% じゃなかったってことにしとくか、今回も。そうじゃないと心が持たん。チャンス目、オッケー、マギアタック、オッケー、強行ナイスですよ。待って、オッケー、ワルプルギスの夜、いけるいける、おー、いきなりよし、いけるわ、絶対にいける。あんだけむちゃくちゃにしてたんすから、それぐらいはせないかんすよ。はい、流れました。おい、おい、ここで感想確定した。プラス250枚、京子がくれたワルプルギスがラストピースやった。俺反逆の時もなんか特化ゾーンやってる最中に感想確定しましたよね。そういう定めっぽいな。そういうこっちゃ、俺も絶望しとったから、朝一抽選からのイニディが全然うんともすんとも言わんかった時。さあ、夜をかける者たち、撃破ポイントとかでカードが出てきたりするんですけど、それで設定差やってたりします。まあ椅子の回すとこもあったんですよね、確か2400枚は出るから。でスイカ引いた時にレアカードが出現した場合は2以上確定になります。10枚、おいおい、上乗せ、おいおい、おお、揃った20枚、お、100枚切ってもうエンディングや。おお、かっこいい背中。最後この感想決まった後、割と消化ゲーなんですけど、結構気持ちよかったですね、映像とかが綺麗から。はい、終了です。というわけで、まあ、2400枚までは出なかったですけれども、2239枚とこの一撃だけでまくりでございます。でもう時間もやばいんで、とりあえず1ゲームだけ回したところで実戦終了したいと思います。まだまぎでまくれて、で感想の画面も見れてよかったです。ではこの後は店内状況の方行きたいと思います。まず僕の台です、プラスです。ほんまに回数はいいです。隣の方も朝一からずっと粘られてまして、1箱半持っております。で初当たりが14回とありそうな感じしますけど、バイオハザード7 85の8、上に1箱、グラフも綺麗です。おそらくあると売ってる方もおっしゃっていました。輪掛けが33の7で、上に2箱、手元に1箱ある状態ですね。3000万吐き出してます。聖夜スペシャルは4以上確定が出てるんですけれども、ちょっとグラフ的にかなり厳しい展開です。ビッグ20バー15回の新花火、ただ人が変わられまくってるんで何とも言い難いですね。ビッグ17バー16回で合成116分の1、モンハンの新しい台なんですけれども、44の17で上に2箱半ぐらい。以上です。それでは今からね、新大阪まで帰って九州行ってきます。お疲れ様でした。エンディングで残りは、はい、お疲れ様でした。というわけで、滋賀県草津市マックスバリュー駒井沢店付近のお店での実践を終えてエンディングでございます。結果の方いきたいと思います。投資が32000、46枚貸し出しのお店なので1472枚で、回収が2780枚、よってプラス1308枚となりました。奇跡も魔法もあったね。いや、もう3万超えた時はどうなるかなと思ったんですけども、さすが魔法少女、夢を叶えてくれました、プラスという。いや、まあ設定的にも僕が打ち出してからやっぱり最大ハマりがチャンスの当たりの200ゲーム台での当たりだったんで、レア攻略とか引いてないのに100ゲーム台の変なところで当たったとかしてたんで、まあ4、5、6のどれかはありそうやなという形やったんですけれども、上
あっても結局その1回の AT かませないと出ないっていう台なんで、最後の最後の AT でガツンと伸びてくれてほんまに良かったです。これお尻も決まってたんで、正直初収録のお店で負けて帰るっていうのはやっぱ個人的には避けたかったので、なんとか避けれて良かったですね。前後編もやっぱやれてたらね楽しいなって。だからまあ早く早く会って会ってて、こうちょこちょこって飲みながらどっかでピッって上げて、ちょこちょこピッってやっていかないとやっぱしんどいなっていうのは思いました。で、店舗さんの状況なんですけども、弱かったです。ほんまにバラエティで据え置きのランプがつきっぱなしだったりとかしたんで怖かったですね。単純に立ち回るのが。で、窓マギもちょっと怖かったんですけど、まあもう打てる台なかったんで移動して、あれは正解でした。ただ朝一だからあの状況を見た時に、まあリセットで恩恵のあるジオンとか打ってたらもっとひどいことになってたかもしれないんで。というわけで本日の動画、窓マギ前後編のポテンシャルを知れて、お、すごかったな、面白かった、これからもセブンズ TV のことを応援したい、そんなお気持ちございましたら、ぜひ動画の方にグッド、チャンネル登録よろしくお願いします。あと僕のツイッターもフォローしていただけるとありがたいでございます。それでは次回の動画はこの日をうちに移動した九州の店舗さんでの実践でございます。というわけでそちらの方も楽しみにお待ちいただけるとありがたいでございます。それではまた近々セブンズ TV の動画が上がると思います。そちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴の方誠にありがとうございました。ご覧のよろしくお願いします。